仙台市の郡市長は、再来年日本で開催される G7 サミットの関係閣僚会合の仙台市への誘致を求め、林芳正外務大臣に面会しました。23年東京開催の G7 のですね、関係閣僚会合誘致に手を挙げさせていただきましたので、ぜひその思いが叶いますように、お願いに上がった次第でございます。仙台市によりますと、会場の候補として市内3カ所を提案し、仙台空港や JR 仙台駅からのアクセスや警備体制について説明したということです。2016年に太白区秋保で開かれた G7 財務大臣中央銀行総裁会議では、国内外から1000人以上が訪れ、経済波及効果は5億1500万円と試算されました。復興から10年ということもあって、世界各国からいただきました復興支援に対する感謝の気持ちを改めてお示しをしたいと思いますし、復興した姿もぜひご覧いただきたい、そういう会合になるとありがたいなというふうなことを思っております。正式な誘致計画書は今月20日までに提出する予定で、それと同時に官民一体となって組織する誘致に向けた準備委員会を立ち上げるということです。